こんにちは今回は政治参加と国の政治の9回目ですまずは3つのポイントを見ていきましょう1つ目憲法の番人最高裁判所の重要性と、えー、できた法律などが憲法に違反していないかどうかを最後に判断する最高裁判所この重要性について説明します2つ目裁判員制度 精神的な負担も大きい。これは昔はなくて新たに作られた制度国民がですね20歳以上の国民が9時で選ばれて裁判に参加するというものなんですねあちょっとやってみたいとか思う人いるかもしれませんが案外精神的な負担も大きくて大変だこのような話をします。3つ目、三権権権分分立。権力をを散させ、国民の人権を守る。 これまでですね立法権行政権そして今やっている裁判所司法権この3つを学習してきましたこれをのこの権力を分散させておくということが国民の人権を守ることにつながっていくんだ今回はこのようにえ裁判に関わる制度やそして三権分立について話をしていきます それでは一つ目のポイント憲法の番人最高裁判所の重要性とまずね違憲立法審査権というものについて話をしていきますこれは違憲審査制という形で問題に出てくることもあるからどちらも大変だけど覚えてねこれどういうものか裁判所は国会で審議され成立した法律が 憲法に違反していないかどうかをチェックできるというこういう機能がありますこれは全ての裁判所が持っているものです憲法に違反していないかな大丈夫かなってチェックできるわけですねただその中でも最高裁判所が重要だというのがこちら最高裁判所は違憲立法を最後に判断するんです法律国会で作られた法律が憲法に違反していないかどうかを最後に最終判断を下すだから 憲法の万人というふうに呼ばれています。下のこの写真のようなですね、最高裁判所で、えー、判断をすると裁判官は全部で十五名でしたよね。この最高裁判所で判断をするそういうわけで憲法の万人という言葉覚えておきましょう。それでは二つ目のポイント、裁判員制度精神的な負担も大きいと。 そもそも裁判員制度なぜ生まれたのかこれは司法制度改革というものが必要だということになったからなんですね司法制度改革裁判ね裁判所を利用しづらい費用と時間がかかるこういう現状を改めなくちゃいけないというですねその司法制度改革の一環一つとして生まれたんですそれがこの裁判員制度でどのような内容か見ていくよ一つ目がこちら 国民の常識を司法へ反映させるために国民が裁判員裁判官にはなれないよ裁判員として裁判に参加するといいかい国民の常識を反映させる国民の感覚を取り入れようこういうふうなことなんですよねでも全部の裁判でやるわけじゃありませんどういうものかというとこちら重大な刑事裁判の第一審のみまあつまり 例えばねスピード違反で罰金1万5,000円これを争ってるみたいなところにわざわざね国民を呼んで裁判員として参加させて「いや1万3,500円できるべきです」とかそんな話をしてもこれ国民の常識を取り入れるそこまでねコストもかかるし無駄が多いよね。でも重大な刑事裁判まあ言ってみれば重大な刑事裁判ってあれですよ、ねまああいうふうな、まあ、言っちゃっていいんですかね、まあ、要は殺人だとかそういうことですよ。 そういう風な重大な刑事裁判の時は、これは国民の感覚も取り入れて、死刑までには至らないのか、もしくは無期懲役にするのか、いやこれは事情があるからもう少し軽くしてもいいんじゃないか、そういうですね国民の常識を取り入れようというのがありました。ただ第一審のみですから、ま言ってみれば地方裁判所だけということで、高等裁判所や最高裁判所、第二審、第三審っていう風になっていったらそこに関わることはできません。 ではどういう人が裁判員に選ばれるのかというとこちらなんです、はい、職業裁判官3名これはもともと裁判員の裁,裁判のする人ですよねそして20歳以上二十歳以上の国民の中からなんと9時で選ばれるんですよねその裁裁判判員6名ここれで裁判を行ううとということになりますだから9時で選ばれるんですよ20歳以上。だから私ももしかすると裁判員に選ばれるってことはあるかもしれませんよね。 ということでこの裁判員制度裁判員裁判は職業裁判官3名と裁判員6名で行うということこの数字も重要なんですではね精神的な負担も大きいこれどういうことかっていうともしかするとね今の話聞いてあやってみたいみたいな風に思う人いるかもしれない何か一日1万円とか,かもらえるらしいんですよね詳しい金額まで知らないけども。 でまあ、昼間の時間帯なわけですから、まあ、私なんかで,ですね別に裁判員としてこういうふうに出てその後に夕方授業をやって仕事をやることもできるかもしれませんよねでもねあじゃあやってみたいってこれ安易に言えないんですよだってこれ重大な刑事裁判を裁くんですよってことはまずそういう証拠とか見なきゃいけないんですよわかりますよね非常に見たくないものも見なきゃいけないことっていうのもあるわけですよねそして人のこの要は人生を決めることになるんだよ 懲役んでなのか無期懲役なのか場合によっては死刑かどうかを判断しなくちゃいけないわけですよこれってものすごく精神的な負担も大きいですよねまあその負担が大きくて大変だというそういう問題点もあるんだということを知っておきましょうそれでは三つ目のポイント三権分立権力を分散させ国民の人権を守る フランスの思想家モンテスキューによって考え出されたこの三権分立今の日本でどのようになっているかどのように使われているか説明をしていきます。まず国会立法権内閣行政権そして裁判所司法権この3つの権力三権を権力を分散させているというところがポイントなんです。でなぜ分散させるとい,いのか 1一つに集まっちゃうとその権力を持ちすぎちゃってどん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 国民にいろんなものを押し付けて国民の人権が失われることっていうのがありえるわけですこの権力を分散させとけばそれはまあ国民から見たらですねその一つが力を持ちすぎないこれが大事だまあ言ってみればねこれじゃんけんなんですよねグーチョキパーだと思ってくださいそしたらグーっていうのは強いかって言ったらチョキに対しては強いけど、えー、パーに対しては弱いとかあるでしょ まあこのグーチョキパーだと思ってくださいねいいですかでまあ真ん中に国民がいると、まあ、こういう感じですでできればねこの三権分立の表は、まあ、はっきり言ってこれも全部丸暗記して覚えてくれるのが一番いいんですテストに出る時も大概この表が出てきてそしてここに何が入りますかみたいなそういう問題が出るんですよだから面倒、まあ、くさいかもしれないけれどもこの表を自分で紙に書いてね一回ね練習して そしてはこの言葉前にも出てきたなみたいなそういうおさらいをしてもらえるといいと思うんですよね。ただちょっととこここではではすすねいいいくつか取り上げてて説明をしていこうと思いますでは国会と内閣立法権と行政権に関してのこの矢印のところを説明していくよまず国会は内閣に対して内閣総理大臣を指名と書いてますね。 内閣総理大臣を選ぶということができる逆に言うと辞めさせることもできるんです内閣不信任決議っていうのを出して辞めさせることもできますこのように国会は内閣に対して強い権力を持っているに見えますが一方で内閣は国会に対して衆議院を解散するということもできるわけですよねつまりこれもじゃんけんみたいな関係で どちらかが一方的に強いということまでにはなっていないということなんです例えば国会と裁判所ここもちょこっとだけ見ておこうかそうすると国会が裁判所に対してはですねこれ弾劾裁判所っていうんですけどもちょっと変な裁判官がいたらこういうので裁くよっていうふうになってる国会が裁判官を辞めさせることができるししかし一方で 裁判所は国会に対して違憲立法審査権憲法に違反してないかどうかをチェックできるこのようになっているということなんですねはいほか、まあ、にもですね内閣と裁判所の間にもそういうものがあるしその中心にいる国民が3県に対してどういうことができるのか選挙世論これは支持率何とかそういうのもあるよね。そして国民審査、最高裁裁判判所の裁判官を選ぶというか 問題がないかかどうかを見るとそういうふうなこともできるということこの三権分立そしてこの三権分立によって国民の人権が守られやすくなっているこれを押さえておきましょうそれでは今回学習した内容を練習していこうまずこちら裁判所は国会で審議され成立した法律が憲法に違反していないかどうかをチェックできます。 これを何権というか違憲立法審査権と言いますこの一違憲立法審査権というのはすべての裁判所が持っていまして違憲立法審査権というふうに出てくることもあれば違憲審査制 とというふうふに出てくることもありますどちらでも答えられるようにしておきましょうそれでは次がこちらこれはどこの裁判所でも行うことができるんだけども最高裁判所は最後に判断するだから何と呼ばれるかこれは憲法の番人ですね。 憲法の番人最高裁判所は憲法の番人と呼ばれます続いての練習裁判が利用しづらく費用と時間がかかる現状を改めるために行われた改革の名前こちらは司法制度改革と言いますこの司法制度改革の 一つがこちらです国民の常識を司法へ反映させていこうというものこちらが裁判員制度です、えー、この裁判員制度国民が何として裁判に参加するかこれは同じく裁判員ですね ただ全ての裁判に参加するわけではなくて重大な何裁判の第一審のみさてここに入るのは刑事裁判でしたねいいですかこの裁判員制度裁判員だけで判断を下すわけではありません裁判官と裁判員でやるんだけども何名かねまず裁判官裁判官は 三名、そして二十歳以上の国民の中からくじで選ばれた裁判員。これは六名でしたね。それでは最後の練習。こちら三権分立の表。これに当てはまる丸一から丸四、この言葉入れていきますよ。まずは丸一。国会が内閣に対してやるんですね。何の指名か。 内閣総理大臣の氏名です選ぶだけじゃありませんその後丸にですね何案決議とこれは内閣不信任案決議ということで内閣を辞めさせることもできるようになっている だけどもそれに対して衆議院の解散などがあるよっていうことだよね。じゃあ次三は裁判所が国会に対してて持っている権利三は違憲立法審査権国会で作った法律が憲法に違反していないかどうかをチェックすることができるわけですね。 意見審査制とも言いますそして丸 ④ 国民が裁判所に対してできることがあるんですよねこれは最高裁判所の裁判官に対する国民審査ですよね最高裁判所の裁判官15名これを審査することができます それでは今回学習した内容をおさらいしておこうまずは1つ目憲法の万人最高裁判所の重要性、えー、裁判所全ての裁判所はですね違憲立法審査権違憲審査制というものを持っているということを学習しましたがその中でも最高裁判所は最後に判断するだから憲法の万人と呼ばれるんですね2つ目裁判員制度精神的な負担も大きいと えー、裁判官3名と裁判員6名による裁判員裁判これはですね重大な刑事裁判の第一審で行われるので時にはちょっと負担が大きいということもあります。3つ目三権権権分分立権力をを散させ国民の人権を守るフランスの思想家モンテスキューが考え出したこの三権分立、えー、日本だと今どのように行われている適用されているのかを見ていきましたね。 今回は政政治治参加と国の政治の9回回目でした、えー、今回出てきた裁判員裁判もちろん国民の感覚を裁判に取り入れていこうこれはとても良い試みだと思いますがまままだまだいろんな課題があります、えー、最近問題になっていることとしてはせっかく第一審で判断をしても裁判員を加えて判断をしても第2審第3審でそれが覆されてしまうということがあると。 そういうい問題があるんです特に、えー、性犯罪それをですねに、えー、対してですね、えー、裁判員は結構厳しい判断を下すいいと思いますよそれが国民の感情を反映しているわけですからそうやって厳しい判断を下したにもかかわらず第2審第3審でそれよりも少しですね、まあ、甘いというか、えー、例えば懲役がもう少し少ない短いそういうふうな経緯に変えられてしまうということがあると。せっっかかく裁判員裁判判員でやってるんだから 第一審だけじゃなくてですね第一審第三審もその裁判員裁判を尊重して、えー、国民の感情をもう少し配慮するとですねいいんじゃないかと今こういうふうなことが議論されているんですよね。えー、これからより良い裁判にしていくために、まあ、変な話ですけどもね裁判なんかない世の中がいいんですけれどもただ裁判が公正であるそして今の世の中にしっかり合っているようにですねまだまだ変えていくところ議論していくところはあると思います。